この圧倒的なオーラは何かの神器？どうやらとてつもない相手が待ち受けてるみてえだな。ゴーくん、みんなどうか気をつけて。奇跡が起きるのは私も信じてるから。ああ、待っててくれ、トアネ。行くぞ、みんな。ああ、ここって、やはり神山温泉で現れた異界と似ていますが、迷宮にはなっていないようだな。時坂君、あれ。しおり、本当にあの子だ。眠っているのか。まいったか。温泉の時に戦ったのとちょっと似てるけど。いや、あんなもんとはまるで格が違うだろう。あんたは一体何者だ？どうして消えたはずのしおりがそこにいる？神格の存在がこの世に残っていたなんて。神様。かつてそう呼ぶ者もあった。いつであったかは覚えておらぬが、我は全てを見ていた。先の最悪、こたびの異変、どちらも歌方のように消えゆく錆でしかないが。それって東京明細とこの前の異界か？それが錆とは恐れ入る。とにかくあんたが神様みたいな存在ってのは分かった。それはともかく、どうしてしおりがそこにいるんだ？因果ってのが元通りになって消えちまったんじゃないのかよ。長きの時、我は巫女を探していた。我に仕え、我を慰め、永劫を共に過ごす魂を。
夕闇の下と同じ力。ううん、そんなものとは比較にならないわ。世界の断りとも矛盾しない正真正銘の復活。まさに奇跡ってやつか。やっと諦めかけてたってのによ。時坂君、アスカ、それにみんな頼む。あ、恩に着る。チャンスをくれて、あんたの試練全力で挑ませてもらうぜ。もう一度あいつの手をこの手で掴むために、あいつを苦しめ続けた嘘を真実に変えてやるために。ならば始める。僕と味わうがよい。さて、まだまだ行くぞ。
だ行くぜ。回復するぜ。ありがとう。まだまだいけるぜ。任せてこせろ。
見事なり。さあ受け取るがよい。時坂君、どう来たか。たく、起こす側のお前が寝過ごしてんじゃねえっての。こうちゃん、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 わたしだろう。森宮だけじゃねえ、どこにだって行けるぜ。おかえりしおり。だけではとても片付きませんね。ええ、時坂君としおりさんの、この地にいる全ての人たちの思いが紡いだ。どうなってんだ。なんでみんなこんなところに。おい、こう、しおりちゃんも、一体何が起きてんだよ。お前、思い出して。りょうたくん、じゅんくん。そうか、全部うまくいったんだね。もう、さすがにご都合主義すぎるでしょ。顔をぐちゃぐちゃにして何を言ってやがる。ハッピーエンドってのはやはりいいもんだな。